今日ははいこれです。マギタさん、フォーモードインパクトドライバー購入しました。この前まあ3モードインパクトドライバー購入しましたけど、まあ正直あれ全然使えるんですよ。使えるんですけど、やっぱし仕事ってなるとやっぱし時間が遅いんですね。で、あれですわ、やっぱしトルクが課題になってきました。やっぱしやるとちょっと時間がかかってしまうんですよ。で、全然ね、その家庭内 DIY やったらもう全然あれおすすめなんですよね。スリーモードだし、もしタイルとかで穴開けするのは絶対に振動ドリルが必要になってきますんで、うちのドライバーとかインパクトとかドリルとかでしたらなかなか開かないんで、開けてなってないのに霧が潰れたりもするんで、全然振動ドリルとか必要なんです。で、結局ただやっぱり時間とかが関わってくるんですね。どうしてもやっぱしトルクが弱いんで115Nで、今使ってるやつが僕 125N だったんで、で変えたんですよ作業、でやっぱし115、まあ 10N の違いはやっぱし変わってきましたね。でなんかやっぱり弱くなりました。でこれちょっとほんでね、やっぱり時間的にも遅いかなっていうのを感じたので、ほんまに多少のことなんですよ。多少のことなんで、仕事にはちょっとねビッグマンのあれはちょっと難しいです。ただ家庭内 DIY とかそんな時間をあんまり気にせずにできる人はめちゃくちゃあれはおすすめなんでっていう形です。で結局はまあ仕事でやっぱしちゃんとしたもの使いたいんで、マキタのフォーモードインパクトドライバーを購入しました。で、あれ気をつけてくださいね。一応ね、安いと思って食いついたらダメですよ。本体だけこれだけで販売してるところもあるんで、ちゃんと中身見てやってください。もちろんずっと今までマキタさん使ってて、バッテリーとかいらんのやったら本体のみでいいとは思うんで、まあまあそんな感じで、で今回は 18V 一番高いやつですねを購入しました。で 6A という形で、まあまあこんな感じで、でやっぱ違うわ、すんげえ。ここで多分買いますね。あとで見ますけど、これがハンマー、ちょっとあんま怖いな、ちょっと重いな。 18V やから多分バッテリーが重いんですよ。一番 18V 重たいで、これが2個ついてます。で、まあほんで本体ですね。これが本体で、まあまあコンパクトとか知ってはるんだったら、まあこれが晴天逆転とかですね。でここで、ライトもつけるみたい。ああ、ちょっとバッテリーがないな。こんな感じで。結局充電しないですね。で、これはセットなんですよ。一応。で、バッテリーが2個ついてます。
でピットは1個短いやつですけど2ですね。2だと、でこうやってここを引きながら前に引きながらこういう感じでいいと思った。楽やなこれ。でトルクは 145N で結構強いです。で回転数は意外とちょっと低いんですけど、低いっていうことはないんか、普通なんですよ。でビッグマンの方が速かったんですよね。でもやっぱし回転数じゃないっていうことですよね、要は。でこれがバッテリーです。こんな感じですね。で行かなあかんね。パナソニックでずっとやってたんですけど、あ、雲見えんねん。あれ、こっちは1つやねん。なんか違いますね、こっち2つや。こっち2つなんですけど、なんかこっちはしてる。はじめやからかな。そう、はじめやから。これで一回またやっていかんときに。ああ、でも強いわ。強さやけど速度はここみたいです。で超速、これ分かれへんな、ちょっとだけ速くなる変わんね。でこれがハンドストラップ、似てるかな。これがハンドストラップ、これライトで、こっちで引いてみるとか、インパクトドライバー、ごめんなさい、一番これですわ。インパクトドライバーがこれになります。でこれが振動ドリルみたいですね。振動ドリル、回転のみドリルですね。でこれはドリル、回転と、回転と、クラッチがついてるらしいです。これでハンマーでやります。当ててやったんで、かなりいいですね。Thank you for watching.
chat and talk plus videos such as cards, usable items, DIY and bike, good and good channel registration, thanking you are in advance. Please come back again.